はい、こんにちは、高橋です。今日もですね、YouTube の撮影の仕事で、今日はね、千葉県に行ってきたところなんですけれど、で今日は車で行って、今その帰り途中に動画を撮っております。で、今日もですね、YouTube の撮影の仕事があったので、それよりの話をね、ちょっとしてみたいと思ってるんですけれども、でね、いろんなところでお客さんたちに、聞かれたり、あとはセミナーやってたりとか講演会やってたりとかですね、いただく質問の中に、僕自身の今見てくださってるこの YouTube で、この YouTube チャンネルにポコポコと僕なんかは動画をアップしているんですけれど、僕の場合はもう半分趣味の領域になってる部分もあるんですが、楽しいっていうのがねあるんで、そもそもなので、こういうお仕事系の話ももちろんするんですけれど、最近は遊び系の方のが、元々なんですけどね、動画が Vlog が多くて、キャンプ行ったりとかね、お風呂行ったりとかね、海外旅行行ったりとか、国内旅行もそうですし、ガジェットの話もそうだし、いろいろこうやっているんです。で、そんな中でのその高橋さん、そんだけいろいろね、飛び回っていてですね、いつどんなタイミングで動画を編集やったりするんですかとか、これ結構聞かれるんですよ。みんなね、不思議に思われてる一つの部分らしいんですよね。でね、それをちょっとね、今日は解説しようと思ってるんですけれど、でね、全体感の時間もそうなんですけれど、あとどんなタイミングと、でそれぞれの作業みたいなのってあるじゃないですか、その編集してる中 でそういうのをだいたいこのぐらいの時間だよみたいなのね、これ僕の時間割っていうのをちょっとねお話をしてみたいと思ってるんですけれども、いやー、レインボーブリッジが、夕方のレインボーブリッジがめちゃくちゃ綺麗です。ちょっとカメラ反転させちゃいましたけれど、いいっすね。ちょっとこのモードでお話ししていこうかな、しばらく綺麗だから。でね、話の続きいきますと、僕の YouTube、 まずですね、時間、どういうタイミングでそのやってんですかっていう編集をというところからまず行きたいんですけれど、まずね、編集している時間帯は早朝です。僕の場合はもうみんなが寝てる間の時間に編集をしちゃうという、もうそのパターンですね。何年も。やっぱりね、日々こう仕事をしている中での編集っていうのは、無理っすね。結論。もうすごくね、時間をやっぱり使うので、じゃあどのぐらい時間を使うのかっていうのをどんどん解説していきますけれど、で、早朝って言って、もうですね、大体、どのぐらいかっていうと、僕は朝毎日5時に起きるんですよ。で、コーヒー飲んで、で、ちょっと頭ぽやぽやしてるところを少し取った後、そっから早朝に、もうどんどん YouTube の編集作業っていうのを始めていっちゃいます。で、今日のこの今撮ってる動画っていうのも、大体10分前後ぐらいになるんじゃないかなと思いますけれど、Vlog とか、あとね、よっぽど解説が長引いちゃう動画以外っていうのは、だいたい10分やっぱりね、弱。なんかね、なんとなくそのぐらいで、だいたい終わるんですよ。まとまるというか。なので、そのぐらいの動画の尺の話をしていきますね。で、まず、例えばじゃあ今だったら、これ、GoPro で今撮ってるんですけれど、これを、データを、まず、PC に、僕は Mac ですけれど、取り込むじゃないですか。そうするとね、PC に、僕は Final Cut Pro で編集をしているんですけれども、Mac のね、しているんですけれども、で、そこにまず動画を取り込むのに、10分ぐらいの、動画で、10分、15分。なんとなくそのぐらい時間かかってんじゃないかな、取り込むのに。割と映像データって重いので、PC に取り込むだけでも結構時間かかるんですよ。っていう感じね。だから、10分の動画だったら10分ぐらい。僕の Mac はめちゃくちゃ早いっすよ。それでも、
超高性能のあの MacBook、Pro を使ってるんですけれども、それでもそのぐらい時間がかかります。だから低スペックのパソコンをもし使ってたら、もっ と読み込むのに時間かかるってことです。それをまずね覚えておいてください。でデータを取り込むじゃないですか。そしたらそれを今度 Final Cut Pro の中に取り込んで、そっからまあ編集作業が始まってくんですけれど、10分の動画でテロップを入れずに、フルテロップやったらもうめちゃくちゃ時間かかりますよ。めちゃくちゃ時間かかる。テロップを必要な箇所だけに入れて BGM を乗っけて、まあ、僕がやっているまあ他のいろいろこの動画でもいいですけれど、それ以外の動画ひっくり返していただければまあ大体わかると思うんですが、僕の動画で多分編集作業がまず2時間ぐらい、大体ね、大体僕の編集作業朝2時間だから5時からやって7時ぐらいに一回編集作業っていうのが整うのかな。でそれを今度はYouTube 上にアップロードするわけじゃないですか。で10分の映像データをアップロードするのに、僕の Mac はスーパー速いとさっきお伝えしたんですが、インターネットの速度もめちゃくちゃ速いです。で待ち時間が倍の20分ぐらいかな、多分そのぐらいかかってると思いますよ、読み込むのに。もうちょっと短いのかもしれないけど、でもなんとなくそんなぐらいかかってると思う。結構だから時間かかるんです、 YouTube へのアップロードって。でそのアップロードをしてる間にサムネイルとあと文章を作ったりまあいろいろやるんですけれど、サムネイルを作るのに30分から1時間ぐらいなんだかんだやってんじゃないかなっていう、なんかそんな気がしますよ。まあサムネイルを作るのと、じゃあサムネイル30分ぐらいにしましょう。サムネイルで YouTube にアップするために最後サムネイルを作ったら、その流れでタイトルを作って、あと説明欄を作って、で最終的にアップでまあ行くわけなんですけれども、でその最終的にアップ、タイトルとだから説明欄がやっぱり30分はかかんじゃないかなっていう。だからサムネイルとじゃあ説明欄のところだけで約1時間だとしましょうね。そうすると、そこまででいかがでしょうか。編集にまず2時間でしょ。でアップロードとかなんとかかんとかとかっていうので、そこだけで30分はかかってるわけですよ。さっきのね YouTube にアップするところと、パソコンに取り込むっていうところだけで、そうするとそれで2時間半でしょ。でさらにサムネイルとさっきのタイトルとかそういうのくっつけてプラス1時間だから、でもここまでで約3時間半かかってるんですよ。結構かかりますよね。で、仮にフルテロップでやった場合、さらにフルテロップでもしやったらですよ、文字起こしだけで、文字起こしというか、修正作業をするのに、約2時間から3時間かかります。だから僕はそこまでのことやらないんですが、本数をポン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 上げたいタイプなんで。もしだからやったら、1本の動画作るのに6時間から、6時間ぐらいかかるってことなのかな。7時間。もしフルテロップやったら。そういうレベルですよ。僕も今、分解して計算してたら、やっぱり時間めっちゃかかってんだな、みたいな。これ、撮るのは、たった10分。ね。で、こういう、一発撮りでレックボタンを、録画ボタンをパーン押してこうやって解説するっていう、こういうの一番楽なんですよ。言っても。言っても一番編集楽です。だとしても、やっぱり、さっきの感じでいくと、2時間半ぐらいは、かかってるんです。これがだからキャンプの時のあの Vlog スタイル、あれになっちゃうと、もうね本当にフルテロップ入れなくても7時間ぐらい多分やってます。そのぐらい時間かかるね。だからねやっぱりね、編集作業ってめちゃくちゃ時間かかるんですよね。今度ね
まあ、編集を実際にどうやってやってるかなんていうね、実際の動画なんかも撮ってみたいなとか思うんですけれども、まあ、時間があったらね。まあでもね、そんな感じで、まあ、日々、動画編集っていうのを僕の仕事の中ではだからもう最優先的にまあやってるっていうところなんですけれど、まあそれがみんなね、どこまでできるかっていうのがあると思うんですが、一応これから、どん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 もっともっと頑張りたい、これから YouTube を始めていきたいっていう方々、ぜひですね、ご参考にしていただければなと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、でもお家戻ってきたんですけれど、今日の晩ご飯はじゃじゃん、会社の今近くまで来たんですけれど、恵比寿のね、そこいつも注文でしか、出前でしか頼んだ子頼まないんですけど、今日食べに来ました、ともえやさん。Okay.